では時間になりましたので、始めたいというふうに思います。本日はたくさんの方にご来場いただきまして誠にありがとうございました。安倍政権の歴史認識を問う戦後レジームからの脱却と日本外交ということで、新外交イニシアチブのシンポジウムを開催いたします。私は本日司会兼コーディネーターを務めさせていただきます新外交イニシアチブの事務局長をしております弁護士の猿田さやといいます。どうぞよろしくお願いいたします。選挙なんですけれど も選挙のこともあるのか今日かなりテレビも含めて多くのメディアの方が受け付けてくださって、いるんですが、何やらその新聞をなかなか読んでいても歴史認識のことについて、あるいはその戦後レジームというものについてが争点だというような話というのは聞こえてはこないわけなんですけれども、実際は現政権もそうなんですが、その歴史認識というものについて その考え方を見ると、その政党ですとかその政治家の方の考え方が一番よく端的に表れていると言ってもいいような問題というのはこの歴史認識の問題ではなかろうかというふうに思っております。本日のこの企画は新外交リサーチの理事と今日登壇をさせていただきます毎熊望月ジョージワシントン大学教授がですね、今の日本の歴史認識の問題についてはアメリカから見ていても非常に危機感を覚えると、何かやりたいというようなことで声を上げて、それで急遽開催ということになりました。非常に面白い論者の方が揃ってくださったかなというふうに思ってますので、本日のディスカッションを期待いただければと思います。ちょっとだけ新外交イニシアチブについてご紹介させていただきますと、お手元に青いリーフレットがあるかと思うんですが、昨年設立をされましたシンクタンクでございます。今の外交にもっと幅広いいろいろな声を届けていきましょうということで、海外からの指揮者の方をなかなか普段は聞こえない声の指揮者の方を呼び寄せたりですとか、あるいはなかなか外交に声が届かないという種類の声を日本から海外に運んだりですとかいうことをしております。元ホワイトハウスの高官の方を沖縄にお連れをしたりですとか、あるいは私自身は沖縄の名護市長のアメリカの方でをチャレンジをさせていただいて同行したりだとか、そういう具体的に声を国境を越えて運んでいくと、そんな取り組みをしている団体です。他の明日も実はやるんですけれども学者を招いての研究会を開いたりですとか、またお手元のチラシに本の紹介が入っておりますけれども、本日登壇する毎日もじっくり理事柳沢教授理事ほか私も入れて5名で書かせていただいた抑止力というのはどういうものなのか、巨像の抑止力というタイトルで本を出版をさせていただいたりしております。そうですね、冒頭からですけど今日実は ND は会員制になっておりまして、こういった欧米も含め全ての活動を会費の皆様が払ってくださる会費で持っている団体なんですが、ぜひ会員になっていただければ本日会員に入会いただいた方には5名の著者のサイン入りの本を無料でプレゼントするということにさせていただいておりますので、ぜひお帰り際に入り口で会員になるか、ちょっと会員はどうかなと思う方で本をご購入をいただければ大変ありがたく思います。では早速中身に入っていきたいというふうに思います。本日はまず1人ずつ15分ずつのお話をいただいたとパネルディスカッションというふうに進めたいと思います。で、登壇者の方は前にお進みいただければと思います。よろしくお願いいたします。まず、初めに ND の理事でもあります法政大学教授の山口二郎の方から皆様にお話を申し上げます。お手元にプロフィールがございますけれども、山口理事は北海道大学の教授ということで名前が非常に知られているかと思うんですが、今法政大学の教授でいらっしゃるたくさんの著書をお持ちなんですけれども、歴史問題に関しては歴史を繰り返すなという、また戦後政治の崩壊、デモクラシーはどこへ行くのか、その他多数の政治評論を書かれています。では山口さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、山口です。私は、日本の今の政治状況と歴史という争点の関連について、お話をいたします。で、お手元に A4 1枚のメモがあると思います。で、その歴史の認識が政治の現状と非常に深く関わっているということは皆さんもご承知の通りでありますが、とりわけこの夏以来、
いわゆる朝日新聞のトリアンス問題をめぐる誤報を契機に一層歴史が熱を見せずに進むようになってまいりました。で、安倍首相が返り咲いて以来ちょうど2年ですけれども、この2年間やはり日本の社会の雰囲気というのは随分変わったと私は思います。で、その例えば在国会と言われるあの在日コリアンに配列するナショナリズム団体が非常に目に余る行動を繰り返す、あるいはネット上でヘイトスピーチが飛び交う、こういった現状はやっぱり政治の変化と無関係ではないわけであります。で、そしてこの夏慰安婦報道をめぐって朝日が、いわゆるロシア政治表現を取り消したということを契機に、朝日新聞での攻撃、それから慰安婦問題そのものを否定しようとする右派メディアの言説が一挙に高まったわけであります。で、これは私に言わせると21世紀日本におけるマッカーシーズム現象だと言われたではなりません。マッカーシーズムというのは皆さんもお承知の通り、1950年代のアメリカにおいて、当時台頭してきたソ連共産主義の脅威を感じたアメリカの右派が、共産主義審判とみなされた知識人、あるいは映画俳優監督、国務省の外交官等々を次々とパージした、社会運動です。で、その先頭に立ったのがマッカーシーという共和党の上院議員だったわけです。で、この時はアンタイアメリカの、非米活動がその、敵をパージする時のシンボルになったわけですけれども、今の日本ではまさに反日というシンボルが普通に使われるようになってしまいました。で、この、朝日攻撃というのはまさにそのこの種の歴史修正主義の言説によくあるパターンを繰り返しているわけでして、簡単に言いますと木を見せて森を見せないという手法です。すなわち吉田政治証言は確かに虚偽であったということですけれども、だからといって慰安婦問題がなかったわけではない、あるいは当時の日本軍が慰安婦というのに関与しなかったわけではない。しかしながら朝日新聞の誤報を猫に慰安婦問題全体がフィクションであるという言説が広がっていくわけであります。で、これがそのメディアに対する攻撃にとどまらず、大学に対する攻撃にも広がっているというところに私は非常に大きな懸念を覚えるわけであります。で、朝日新聞で慰安婦報道に関与した元記者が本職後大学の教師になっているケースがあるわけですが、この元記者の大学教授に対して必要にその陰湿な攻撃が繰り返される。で、大阪府の手塚山学院という大学でまずその一人、辞職、それからもう一人その神戸の美少医療学院という大学の教授に内定していた方がその右翼の攻撃によって、大学の方からキャンセルされ、形式的には辞退ですけども、難を恐れた大学が内定を許しようと言っている。さらにその人物が非常勤講師を務めている札幌の国政学園大学というところでも同じような攻撃が殺到して、非常勤講師の任用を、続けるなという攻撃があります。で、これは大学の方も今非常に苦慮しておりまして、そのすっきり学問の自由と大学の自治を守るといって外部の干渉に対して反撃をしているわけではないんです。むしろそのこういう時にはその問題を起こす人にはいなくなってもらおうという保身が
働くわけでありまして、大学の中でも筋を通してその元朝日社の雇用を守るというのはむしろ少数派であると私は聞いております。でこのようにメディアとそれから大学あるいは知識人という2つが右翼の攻撃のターゲットになっているという現象はまさに1930年代満州事変以降、とりわけ日中戦争以降、日本が全体主義への坂道を転げ落ちていくプロセスと重なってくるわけであります。で、ちょうど時を同じくして今年の秋に中高新書で、言論抑圧という本が出ました。正気面さんという思想史の研究者が戦前の東大経済学部における河合栄次郎の事件を描いた作品です。でその中で、まあ、ウェブ団体がいかにして東大の人事に介入していって柳原が辞職に追い込まれていったのかということが国民に書かれています。で、まさにその国民に対して情報を伝達するメディア、それからものを考える時のさまざまな視座視覚というものを提供する知識人に攻撃が殺到していって自由な言論が封じ込められるということは政治における知性の否定あるいは思考停止を招くものであります。その点で日本の現状は極めて憂慮すべきものである。朝日新聞のその誤報謝罪から始まってわずか2ヶ月3ヶ月のうちにですね、その学問と言論をめぐる状況は非常に、険悪なものになっていったということが指摘できます。それからもう一つマッカーシーズムとの、まあ、類似について、追加すればその権力に対して批判的なメディアあるいは言論人の言説におけるミス間違いは徹底的に糾弾され、その発言全体の信頼性を貶める否定するという強い圧力が働くのに対して権力者為政者およびその権力者を抑散するメディアが垂れ流す嘘偽りは公認されるというダブルスタンダードが存在するわけであります。で、まあ、選挙の期間中安倍首相の悪口をあまり言うのは好ましくないのかもしれませんが私はあえて言いたいと思います。彼は虚言癖だ。で、この朝日の誤報、まあ、に関連しても、朝日新聞の誤報によって多くの人が苦しみ、日本の名誉が傷つけられたと、彼は繰り返し国会でも答弁した。これは嘘です。あとでまた、マイクさんからも説明があると思いますが、日本の名誉を損ね、海外からの不信を招いたのは、河野談話を見直すという日本の右派の策動であります。あるいは慰安婦問題についてその狭い意味の強制性を否定する意見拘束をアメリカのニューヨーク紙に出したことであります、しかしながらそのような事実関係は一切無視して朝日新聞の方法が日本の名誉を傷つけたと繰り返し首相が強調するわけですね。でそのことはやっぱり当然その朝日新聞の報道姿勢にも非常に大きな影響を与えないではいないわけであります、その他、まあ、安倍首相の虚言の数々を挙げていけば私の持ち時間はもうなくなりますのでもうこれ以上繰り返しませんけれども、そういうその批判的なメディアの間違いを糾弾し権力者及びそれにつながるメディアの嘘は公認する、そのことが国民の事実認識そのものを歪めていくという大きな問題があるということであります。次に行きまして歴史修正主義と権力の問題について、見ていきますと、この点については、永久敗戦論、白井聡さんの書いた永久敗戦論で出てきたその説明の図式がやはり歴史の問題に当てはまるというふうに思います。つまりこの日本のパワーエリートあるいは右派はその敗戦の事実を正面から受け入れたくない、しかしながら客観的にはアメリカという絶対的な権力の前にひれ伏す従属するという構図を変えることはできない、その2つの矛盾の中で
内向け外向けで言葉を使い分けるということを日本の保守エリートとか右派エリートはやってきたわけですが、安倍首相やその側近によるその慰安婦問題についての議論も全く同じであります。つまり日本語で国内向けには河野談話の見直し、さらには一時は村山談話についても見直したいというようなことを言ってます。で、慰安婦問題はないというようなことを、しかしながらこれはやはり英語に翻訳して海外メディアが伝えれば、当然アメリカはじめとしてヨーロッパ各国の、非常に強い批判を受けるわけ。そうするとその外向けにはやはり河野談話を継承するという姿勢を取るわけですね。これも統合失調ですけれども、日本の右派リーダーはそのような統合失調を当たり前だと思って続けているわけであります。そして、もっぱらその国内向けに、発せられる修正主義的な言説は、国内の政治的な雰囲気、あるいはある種のパワーバランスを作り変えていくために消費されている。そして海外のメディアが批判をすれば、あるいは特に海外のその政府から批判が来れば、とりあえずは標準の姿勢を示すという使い分けがずっと続いていくわけであります。で、メディアも、そのような使い分けに加担をしているわけでありまして、先般オランダの国王が来日された時にも歴史の問題については、厳しい言及があったわけですが、日本の国内メディアは、基本的にはそういう問題でもスルーしているわけですよね。で、その協議の強制性に関して言えば、オランダの慰安婦にはこれは強制があったことは明らかですけれども、そのような、要するに問題の全体像について、きちんと振り返るというような議論もないということですよね。で、この、こういう流れが、あるんですけども、一つ、私にとって意外とか、興味深かったのは、つい最近、読売新聞が、読売新聞の英字紙において、慰安婦をセックスライブス、表現したことについて謝罪をし撤回をするという意見がありました。で、これは従来 の, その内外 の, そのスタンダードを使い分けるというやり方を大きく踏み出す行為である。これはどのように読売新聞の中で決定されたのか、彼らはそれがもたらすその国際的な波紋をどのように予想していたのかという点は非常に興味深い論点であります。で、早速その読売新聞のアポロジーに対しては BBC あるいは確かガーディアンだと思いますけども、これはその要するにセックスライブスという言葉遣いを自ら撤回したのは日本の右翼的歴史修正主義者の勝利であるというような論評が早速載っておりました。つまり従来その内向けだけにやっていた修正主義を英語の翻訳して外に対しても売るようになったのか、これは今後 の, その日本の右派エリート の, その方針というのか、その戦略をその探る上で非常に重要な手がかりになっていくという感じがするわけですよね。つまりその自分たちが言っていることが国際的にも説得力を持つという非常にナイーブな自己中心主義的な認識を持って言葉遣いを変えようとしているのか、だとすればこれはますますその国際歴史をめぐる国際的な紛争を深刻化させていくことにつながるだろうと私は非常に憂慮しているところであります。で、いずれにしても、安倍政権2年の下でですね、日本の社会は非常に殺伐としたものになりまして、その議論の多様性あるいは異論に対する寛容、こういった近代文明が築いてきたその原理が破壊されつつあるということですね。で、しかも、安倍政権は作為的あるいは不作為的にそのような蛮行文明の破壊に
手を貸している、まあ、作為として言えばその、まあ、やはりその先ほど来言っているメディアへの攻撃が作為で、やはりこれはもうあの権力の側から言論機関に対してある種の闘争を仕掛けていると見なさなければ理解できないことで、不作為という点に関して言えばその在特会等の排外主義に対してその十分な取り締まりをしていない、あるいは大学に対する脅迫についてもろくに、取り締まり捜査もしていない、という現状があります。あるいは、ネオナチや在特会と密接な関係を指摘された女性閣僚についてもまあこれは安倍政権として守るという態度を取ったわけであります。まあ、このような形でですね、その、なんて言いましょうか、こう国内的な自己満足として歴史修正主義的言説を流布していたということを踏み越えて、外向けにもですね、歴史修正主義を言い出すっていう兆候があって、でそれがやっぱりこれからの日本にとって非常に恐ろしい紛争の種になる。で総選挙でもし安倍政権が現状をほぼ維持して良い強い権力基盤を持ったときに外交がどうなるかという問題、あるわけですけども、これについては後のディスカッションの方でお話をしていきます。ありがとうございます。続きまして、東郷和彦さんにお話をいただきたいというふうに思います。東郷和彦さんは京都産業大学の教授でいらっしゃるんですけれども、元オランダ大使外務省で、長くご経験を積まれて、2002年に退官をされていらっしゃいます。 MD の研究会にも来ていただいたりして歴史問題について非常に深く研究なさっておられる方です。では東郷さん、よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました。東郷和彦でございます。よろしくお願いします。私はこの2年間の安倍外交をどう評価して、その中で歴史認識問題をどう評価するか、そういう観点からお話したいと思います。よろしいでしょうか。はい。2年間を大体振り返ってみますと、やはりいい面と悪い面というか懸念を誘う面と両方あったと思います。一番良かったなと思うのは、地球儀を俯瞰する外交ということで、月に1回必ず外国訪問をされた。まあ、私外務省にいました時からどうして日本の総理大臣、外務大臣もっと外国に出てくれないのかな、本当にそういう気持ちを持っていましたけど、安倍政権で初めて月に1回必ず出る、これは大した分だったと思いますね。で、地球儀を俯瞰する外交というのはご案内の方も多いと思いますけど、日本の政治でこのことを初めて本格的に出したのは若泉敬先生でありまして、佐藤内閣の時の、沖縄の問題の密書された方ですけれども、その若泉敬先生の学弟子で本当に深く先生をしていたのは今の八津翔太郎、安保庁国会議の事務局長事務局長で、この言葉が出てきた時に、これは若泉八津安倍とこういうラインでこれから国交機能をやっていくのかなと思って、現実に見えたらその通りやった、素晴らしかったと思います。ただ他方ですね、地球上に日本のプレゼンスを示し、その経済をはじめとして、この積極的な政策を取っていくということの裏腹に、この私たち日本 その一番近隣国である東アジアで、ここの中国、それから韓国、それからアメリカ、ロシア、この関係がですね、この2年間やっぱり非常に難しかった、諦めないと思います。でもちろん抱えている問題は桁違いに難しいけれども、じゃあ安倍政権がいろいろやってきたことの中で問題がさらに複雑化したという側面もあると思います。で何が故に複雑化したかというと、これは今日のテーマである歴史認識問題だと思います。でまず第一に中国は申し上げるまでもないんですが、私の意見は2012年の9月以降、つまり中国が自分の判断によって入りたいときに日本の領海に
平等要求の根拠として彼らの公然を食い込む。これは1945年に日本が戦争に負けた以来の外交の中で、このような事態は一度も起きたことがない。日本の主権の完全な侵害であり、しかも極めて危険。これはやめさせねばならないと思うんです。じゃあどうしてやめさせることができるか。これは国際政治の今まで の流れが2つしかない。一つは抑止。やっぱり自分の力を強めないとこういう時には対応できない。しかし力だけ強めると、またこれも国際政治が常に歴史を示す必ず戦争になります。戦争になるのは私たちの目的ではない。なのでもう一つ、対話、外交、不可欠です。で、安倍総理政権はその抑止力を、私は十分だとは思いませんけれども、抑止力を強めつつですね、対話については領土問題は存在しない、しかし対話の窓は開いているということを最初から一貫して言い始めて、これは良かったと思う。ところがですね、対話をやるということの本当の余波というのは、不必要な問題について相手を刺激しないということだと思います。で、2013年の12月に靖国神社に行ったことは、靖国神社に行かれたことはですね、靖国神社に行くことの是非はちょっと横に置くとしても、今中国を刺激することはこれ間違いない。でその結果ですね、私の、目の子で言って、半年ぐらい日中の対話完全に止まったし遅れたんですね。でこれはやっぱり非常に問題であり、ただ、今度の APEC の総会の時に、4点の基本文書というのを作って30分の対話をしました。でこれはしかし対話の出発点に立った、そこまで何とか戻した。だから問題はですね、これから先どうなるかということで、その時に靖国にその2013年の12月の26日に行ったことが、この日中関係についていかに重い意味を、重いというか、その引き戻す結果を持ってしまったかということを、安倍総理の政権が分かったか、分かっておられるか、ここは大きな問題だと思います。で、次にアメリカですけれども、安倍総理が靖国に行ったことについては、本当に一番その、英語で言うとインディギネーションですね、この本当にこの憤懣の念を持ったのは、これは申し上げるまでもなく、中国ではなくて、アメリカだと思います。私たちはアメリカは同盟国だということを言っております。私もそう思います。しかし同盟国であるならば、この今 その世界情勢の中でアメリカが何を考えているかということを、アメリカに一言も言わなくても考える、私たちは分からなくちゃいけないと思うんですね。で今のアメリカは、これはオバマ政権だろうと共和党の政権が出てくると、アメリカにとっては最大の外交の問題は中国だと思います。もちろんその中東の問題もあります。しかし、台頭する中国がどういう政権になって、これからのアメリカにどういう関わりを持っていくかと、持つかということは、アメリカ人であれば、アメリカで外交政策をやっていれば、必ず最も大きな関心として、これから前から言いますけど、考えたいと思うんですね。で、そうすると、アメリカは中国と戦争をしたがっているか、とんでもない。アメリカは中国と戦争をしたがっていないんですよ。世界のその力関係をアメリカに有利な形で戦争しないで収めるということをアメリカの大統領は必ず考えると思うんです。その時にアメリカの同盟国が今中国との関係でどういう状況になっているか、尖閣という問題になって、の問題について、もし間違ったら戦争になるかもしれない問題を私たちで抱えているわけですよ。当然アメリカとしてはまず第一に、尖閣問題は日本は自分の力で処理してくれと、どうしてもできない、本当に中国が出てきたら、それは自分たちで出てくる。だけどそうならないように、抑止と対話を持って、この問題は日本人が自分の力でやってくれと、当然思うと思うんですね。その時に抑止はやってる。ところがこの対話の問題について、必ず中国が挑発されて、対話をしなくから遠ざかるようなことをやった。これはですね、私の理解では、アメリカで日本のことを大事に考えている人も、それからその中国を大事に考えている人も、両方とも理解できない。どうしてそこまで そういうことをやってしまうかということで、したがってこの問題は安倍政権の中で、私は日本の皆さんが普通思っておられるよりも、かつ日本のマスコミが報道しているよりも、はるかに深いその日米関係に対する不信の根を撒いてしまったと思うんですね。そこでその他方、一つだけ私の目から見ていいと思うのは、今度の憲法9条の
解釈改正、これは皆さんどう思われるかですけど、私はいいことをやったと思っています。なぜかというと、これをやったことによって、今まで その憲法9条の体制と安保条約の5条の体制の組み合わせの結果できていた、もう重大なる非対称ですね。つまり、アメリカは日本が攻撃されたらば、そのアメリカが血を流して日本を守る。ところが、今の安保条約の5条と憲法9条のこれまでの解釈を基礎とすると、日本は憲法上、アメリカに同じようなことが起きたときにアメリカを守ることが禁止されている。これはですね、こういうふうに問題を説明したら、どのアメリカの大統領も、それほど一方的に日本を守るというために兵は送らないと思うんです。なんでこんなことになってしまったのか。これは1960年の日米安保条約の改定、まさに岸総理がされたその改定ですけれども、この改定がものすごくうまくいきすぎてしまう。行き過ぎた結果、今の申し上げた完全な非対称ですね。日本にとって完全に日本のみが有利な非対称という状況が起きてしまって、これは私、外務省の仕事をしている間から、どこかでいつかになるべく早く元に戻さない、非対称性を解消しなくちゃいけないとずっと思っていた話で、残念ですけども、時間がかかりすぎてしまって、今回の決定によって、非対称性を一旦戻した。戻した一番の結果というのは、対米均衡です、ね、対米平等、対米自立で、このものに入ったことによって、私は安倍政権の宮崎、これからの日本の政権はアメリカに対して、極端に言うとアメリカに対してノーという大きなその門を入ったと思うんですね。したがって、この点は僕は、しかも当面は日米関係の機密化ですから、アメリカも喜んでいるということで、その一つのカードを持ったんですけども、その持ったということがその歴史認識問題について招いてしまった不信感をその除去できるか、ただいま現在できてない。これはだから今後の、選挙後のですね、日米関係にとって大きな課題が残っているということだと思います。で、最後に韓国ですけれども、今の日韓関係は本当に胸も大ほど悪いです。普通の日本人と韓国人のとの話を聞いてますと、そんなに悪くないように思うんですが、政治関係は本当に悪いですね。どうしてこんなことになってしまったのか。一言で言えば、韓国という国が民主主義を自分の手で勝ち取って、経済力をつけて、しかも韓流という、これは日本だけじゃなくてアジアのすごい魅力のある文化を発信して、私たちの目から見るとすごくいい国、強い国になってきたなと、というような感じが、大体90年代の半ばから2000年代の前半、日韓関係でいうと、オブシ近代中の98年の共同声明、それから2002年のワールドサッカーの共催あたりで、そういう雰囲気が出てきたと思うんですね。で、かなり多くの日本人が、私を含めてですね、これからの日韓関係良くなると。つまり韓国がその強く、今までよりいい国になったということは、韓国の中にもですね、日本を受け入れる素地が強まったんじゃないかと思ってたんですが、これがそうじゃなかった。そうじゃなかったっていうのは、これはもう明らかだと思います。むしろその強くなった国が、今まで日本に対して解消できなかった反、恨みというものが、今までとは質的レベルの違いでもって吹き出したというのが2011年、2012年、2013年こう続いてきて、そこで今の日韓関係、本当にぎくしゃくしてしまったということなんですが、それじゃあそれでそのままでいいのかと。安倍政権のこの過去2年間の中で見るべき動きは少なくとも今までなかった。しかしじゃあ安倍総理が本当にそれでいいのかと思っておられて、そこはちょっと私わからないですね。それで、その慰安婦の問題、一番争点になってきましたのは今山口先生の慰安婦の問題なんですけども、安倍総理の中に河野談話を変えるべきだというようなニュアンスというものは確かにマスコミを通じて出てくる発言の中にあります。ありますけれども、まさに山口先生が言われたように、そういう発言が出るために、いやそうじゃないんだと、河野談話を守るんだとという方の発言に切り替わるんですね。それでこの、今まで起きた
程の中で考えますと、今年のその春に、アメリカはもうこの慰安婦問題、慰安婦問題をで慰安婦になることはやめろという強烈なメッセージが来た後に、いくつかの改善点があって、それでその結果、安倍総理は河野談話は継承すると。で他方、河野談話のプロセスは再検討する。2つの政策を取って、ご案内の6月2日の、6、20日の、あのプロセスの、継承報告が出たわけです。で出た時にね、出た時からの数日間の状況を見ていまして、私はこれはすごくいいと。なぜいいかというと、あの検証プロセスを普通の目で読むとですね、河野談話を作る日韓の交渉というのは非常にまともに行われている。で、かつて右の人たちが一番懸念していた協議の統制性を日本が飲んだという根拠はない。かつですね、河野洋一さんご自身がその日の夕方に、この検証プロセスというのは自分のやったことをに何者も付け加えないし、何者もそこから聞かないといったことによって、結果としてですね、日本の中で私のようにずっとこの談話を中心にこれを支持すべきだと言ってた人たちと、それからこの談話を否定しようとしていた人たちの間に一種のこう連携のようなものが生じてしまったと思って、その頃韓国と会話してた人たち、韓国人に、あなたたちこのレポートを否定するんじゃなくて、このレポートの結果出てきた今の一つの日本における状況を利用して、これから日韓の会話をやるべきだということを一生懸命言ってたんですね。ところが朝日新聞の報道が出たことによって全く空気が変わってしまった。それは山口先生おっしゃるとおり、もし変わった空気でこれからもし日韓関係ないしこの段を仕切ろうと思ったら、これはもうアウトです。本当に見通しが取れない。しかもこの河野談話というか慰安婦問題の次には、この慰安婦問題よりはるかに難しい、しかももう桁違いの破壊力を持つかもしれない強制労働に関する韓国の、最高裁判所の判決というのがあるので、そこまで考えますとですね、やっぱりこれからの日韓関係 を普通常識的に考えれば、まともにするためには慰安婦問題を解決し、それからその、強制労働問題というものが日韓関係をぶち壊すことにならないようにやっていくというのが日本の総理大臣、どの総理大臣に対しても本当に期待されることだと思うんですね。で そういう方向に行くのか、それともその、さっき山口さんが言ったようなある種のナショナリズムの力によって引き起こされるのか、ここは分かりません。ということで、中国に関してもアメリカに関しても、それから韓国に関しても、この歴史問題というのは根っこにあってですね、やっぱり もっとよく関係がなり得た部分に なり得たんだけれども、ならなかった部分というのは、この2年間、それはあったと思うんですが、ただその結果として、今、外交的に中国との関係、アメリカの関係、韓国の関係が破壊されてしまったわけじゃない。ですから、安倍総理の中にある2つの、よく2つの側面がある、ナショナリストとしての側面、それからその、リアリストというか、プラグマティストの側面、この2つの側面を選挙後にですね、どう選ばれて、どういう外交政策を取っていくかによって、私はその、リアリスト、プラグマティスト、つまり世界の状況をよく分かった上で自分の政策をやるという政策の方をもし取っていただければですね、日本の外交というのはこれからたくさんの可能性があると本当に思っています。しかしこちら その狭い意味の自分の目で見ることしかわからない政策に日本が行ったら、これは日本は本当に厳しい状況に追い込まれる可能性もあると思ってますが、全ては選挙かなと思って、ありがとうございます。ありがとうございます。そこで一つご連絡なんですけれども、質問用紙が皆様のお渡しをさせていただいて、文章の中に入っているかと思います。こちらにどの相談室へのご質問を書いていただいて、質問を書いていただきましたら、そろそろ会場を質問回収者のものが回りますので、そちらに渡していただければ、私の方から皆様に代わりまして相談室に質問をさせていただきたいと思います。8時半まで
までにお出しをいただければ、今日は9時までですので、その中で、質問を時間の表示を少し選ばせていただきながら質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では続いて、マイク文字付き NG 理事からお話をいたします。マイク文字付き理事はハーバード大学にて博士号を取得されたノチ・ブルキンスですとか、今いらっしゃるジョージ・ワシントン大学の国際関係学部で教鞭を取っておられます。その中で歴史問題に関してはアジア太平洋における記憶と和解研究政策プロジェクトの共同責任者も務めているということです。ではマイク文字付き理事さん、よろしくお願いいたします。Thank you very much for coming. I should be speaking in Japanese, but since I just arrived, I'm a bit jet lagged, and since we have a very good interpreter, I wanted to take advantage of that and speak in English. 今日は皆様ご参加ありがとうございます。ちょうど日本にやってきたばかりで時差ボケもありますので、通訳がいますので通訳を使って今、話をしたいと思います。According to some people that I've spoken to in Japan, there's a feeling that when the United States raises some criticisms of Mr. Abe's view of history, that the American media or that the American people are anti-Japanese. But nothing could be further from the truth. 日本で話をした人によりますと、アメリカで、安倍総理の歴史観に関して批判が高まったことによって、アメリカのメディア、あるいはアメリカの国民が、この反日的になっているんじゃないかという気がすると、そういうようなことをおっしゃる日本の方がいらっしゃるんですが、こういう言い方はまさに全く間違っていると思います。In general, I think the American view of World War II and the view that Japanese people hold about World War II or the wars in Asia in the 20th century are pretty similar. まず全体的に言えることですけれども、アメリカ人の第二次世界大戦観、それから日本人の第二次世界大戦観、それから21世紀におけるその戦争に関するアメリカ人、日本人の見方、この両者は非常に似通っているとまず思います。Just like Americans, I think most Japanese people recognize that Japan was an aggressive nation right before the beginning ofthe Pacific War, and that Japan pursued a misguided foreign policy that caused a great deal of suffering in Asia. で、第二次太平洋戦争の勃発前の日本は非常にこの侵略的な国家であった。そして、誤った外交政策を日本が追求したしたがゆえに、アジアにおいて大きな苦しみを生んだ。こういう方については、多くの日本人、そして多くのアメリカ人同様に認識していることだと思います。In 1993, I was in Japan and I watched the first press conference of Prime Minister Hosokawa. And he was asked by Japanese journalists his views about the past war, and he answered,without any equivocation, that war was a war of aggression. 93年にちょうど私が日本にいた時のことなんですけれども、細川当時の総理大臣が、最初の記者会見をちょうど行ったことがあります。その時に日本人の報道から、第二次大戦についてどういう見方をお持ちですかと聞かれて、あれは侵略戦争であったと。というふうに細川首相が総理がはっきりと言ったことを思い出します。 Now, although some nationalistic conservative politicians like Mr. Ishihara criticized Prime Minister Hosokawa's statement, I think most
Japanese felt that what he said was just the truth and simple common sense. And it was not at all controversial among the Japanese people.で例えば石原さんの石原慎太郎さんのような、この保守の政治家あるいは非常にナショナリスティックな考え方を持っている人は、この細川総理の発言を批判いたしましたけれどもしかしほとんどの日本人にとってはこの発言は、真実を述べただけ全く常識的なことであって、何らそれをこの発言をきっかけに日本で何か大きな論争が生じたというわけではなかったわけです。And ever since then, just about every prime minister would be able to say that Japan launched a war of aggression against the peoples of Asia, especially China. And so, what Americans find puzzling is when a Diet member asks Prime Minister Abe about aggression.And Japan's wartime behavior, he is unable to say that Japan launched a war of aggression and basically say that aggression is an issue that needs to be studied more by historians.あの戦争は侵略戦争であって、アジア、特に中国に対して、行われた大変、この痛みを伴う、苦しみをもたらした侵略戦争だということが、問題なく言えたわけです。ですから、安倍総理になって、国会で議員から、このあの戦争についてどう思うか、そして第二次大戦についての、あるいは侵略ということについて、総理の見解はと聞かれると、安倍総理は、この我々日本は侵略戦争を行ったのだとは言えないという状況になっています。そして、侵略については、この定義については歴史家が、より研究すべきことであるというような発言しかできないわけです。これはまさにアメリカ人にとっては非常に理解しがたいことなんです。So although the U.S. government is happy that there is finally a stable government in Japan,And although the U.S. government welcomes the efforts that Prime Minister Abe is making to strengthen the U.S.-Japan alliance, there is still a deep-seated mistrust of Mr. Abe because of his views of history. American government.ついに日本に安定政権ができたということは満足すべきことであり、そして安倍総理が日米同盟の強化のために取り組みをしているということは歓迎すべきことなわけですけれども、しかし安倍総理の歴史観の上に安倍総理に対する深い不信感がまだ残っているわけです。And now turning to the comfort women issue, similarly, there are some who thinkthat when the United States and American commentators and journalists criticize the efforts in Japan to overturn the Kono statement, the Kono Danwa, that they are being anti-Japanese. And that is definitely not the case. この見直して、そしてその中身をこの変えてしまうというか、それを亡き者にするようなこの動きをしているということに対して、アメリカのいろんなコメンテーターやジャーナリストから批判的な見解が出てくると、それは反日的な見方であると、この反日見解であるというような見方をする人が一部にいるわけですけれども、この批判に関して。しかし、そういう見方は間違っています。I think it's very important to have an accurate understanding of why the so-called comfort women issue became such an international issue. And it has nothing to do with being anti-Japanese.
いわゆる慰安婦の問題がなぜこのような国際的に反響を呼ぶような問題になったのかということを正確に理解することは非常に重要だと思います。そしてこれはその反日的な感情というようなこととは全く関係がないことです。Now, one important aspect of the emergence of the comfort women issue is, of course, the end of the Cold War and the democratization in South Korea, which made it possible for a number of civil society groups to promote human rights and the issue of the comfort women survivors emerged in South Korea in that context.でこの慰安婦の問題がこういうふうに表に出てきたその背景ですけれども、それを理解することがやはり重要だと思います。要因としては冷戦が終わったということ、そして韓国が民主化が進んだ、そしてそういった中で多くの市民組織グループが人権擁護活動などができるようになって、そうした中でこの元慰安婦のそしてサバイバーと生き残った人たちの人に対する関心が高まって、そしてそれが取り上げられるようになったと、こういう背景があるわけです。 And after the end of the Cold War, there was a much greater international awareness and recognition about the problem of human trafficking and the atrocities committed against women and girls, childrenduring wartime, and especially the atrocities that were committed in Eastern Europe as part of the Bosnian Wars, really raised the consciousness throughout the world, but especially in the United States, about the problem of atrocities committed against women and girls during wartime.で冷戦が終わって、この特に人身売買であるとか、それから戦地における女性、少女、子どもたちに対するいろいろな非常に虐殺行為であるとか、非常に、この残虐な行為の問題ということに対して、非常に国際的に注目が高まり、意識が高まってきたということももう一つあります。例えばボスニアのような東ヨーロッパの女性の中でです。そしてこれはやはりこういった意識関心はアメリカでも高まりました。 Sometimes Prime Minister Abe likes to say that Japan is being judged by contemporary norms rather than the norms of an earlier period. 安倍総理は時々この日本はその当時の規範ではなくて現代の規範で判断されてしまっているということを発言します。 But one has to remember that in the early part of the 20th century there were a number of international agreements and conventions to deal with what was known as a white slave trafficking which dealt with Caucasian women who were trafficked for prostitution. And then in 1921, there was a convention that was signed by Japan that went against the trafficking of women and children of any race for the purpose of prostitution or sexual servitude.しかし、20世紀の初頭から、実は、この特にこの白人の女性を、この買春売春の目的で、この人身売買の対象とする、この奴隷のように、この売買するということに対する対応するためのいろんな条約や取り組みができたわけで、実は1921年にはすべての人種の女性や子どもの、この売買収を目的とした人身売買を禁止する条約というのもできていて、これには日本も署名しています。Now, as Professor Yamaguchi mentioned, the Yomiuri Shimbun has apologized for the use of the term
sex slaves in discussing the comfort of women. 先ほど山口先生の方から、このイアングという言葉についての記事の中、記事において読売新聞がセックスレイルという言葉を使ったことに対し、読売がその自ら謝罪したとこういう話がありました。But I think there is a misunderstanding in Japan that the term sex slave refers to only cases of women or girls that are forcefully coerced into the comfort women system. で、このセックスレイブという言葉ですけれども、この非常に強制性を持って、強制力でもって、この性の、この慰安婦という状況に置かれた女性やこの少女についてのみセックスレイブが使われるという誤解が日本にあるんではないかと思います。So, but if you look at the international norms, even if you are not, you know, forcefully recruited through a 強制連行, but if youif you are required to stay in the comfort women's system against your will because of debt or because a contractor deceived you and you were shipped off to a comfort woman station, or if you were soldby your parents, you are still subject to sexual slavery or sexual servitude. しかし、国際的な規範ではどういう扱いになるかというと、例えば本当に強制的に連行されたりしなくても、この慰安婦というようなシステムの中にこのとどまることを要求されたというようなケース、例えばその理由としてこの債務を抱えていたとか、それからまたこの募集業者に騙されて慰安所に送られてしまった、あるいは親に売られたとか、例えばこういう事情でもって慰安婦というシステムの中にそこから出られずとどまることを要求された場合でも、それは性奴隷である、あるいは性的な連続に置かれているという見方をします。これが国際的な規範です。 And so that's why it was reported that Secretary of State Hillary Clinton used the term sex slaves to talk about the so-called comfort women。だからこそ、このいわゆるこの慰安婦ということについて考えたときに、セックススレーブという言葉をヒラリー・クリントン国務長官も使ったわけです。Construction of various memorials or statues memorializing the comfort women in the United States. それからもう一つ別の話をいたしますが、これはアメリカ国内でこの慰安婦にされた人たちを追悼するようないろんな記念碑やとか像などが作られているという話です。でこれは安倍総理だけではなく日本の保守政治家にとって非常に、この、苛立ちの種になっています。 So the question is, why did this movement to build these memorials kind of expand? Well, of course, it originated as a result of ethnic politics.The Korean American community in New Jersey moved to create a plaque in a suburban
town in New Jersey near New York City. どうしてこういった像を建てる運動というのが始まって、そして広がりを見せているのかという、それがまあ問題なわけなんですけれども、この起源というのは、まさにこのエスニックポリティクス、この民族的なこの背景を持つ政治学であります。このニュージャージー州にある韓国系、コリアン系のアメリカ人のコミュニティが、このニュージャージー州、これはアメリカ、ニューヨーク州、市の郊外にあたるところですけれども、そこにこのカフェを、このプラークを作るという運動が始まったわけです。Now, I don't think this movement would have spread without the misguided provocation by Japanese politicians and the Consul General of Japan, the Consul General Office of Japan in New York City. で日本の政治家、それからニューヨーク市にある日本の総領事が非常に誤った形で挑発をしてしまったわけです。これがなければこの運動が広がることはなかったと思います。Yeah. After that plaque was put in Palisades, New Jersey, I think what the Japanese Consul General should have done was to go to the plaque on the basis of the Kono statement, recognize the suffering of the comfort women and reiterate the apology that was given in the Kono statement. ニュージャージー州でこの盾が建てられた後に、ニューヨーク、日本のニューヨーク州長老事は、むしろこの現場に行って、そして、この談話に基づいて、この慰安婦に対する苦しみを生じさせてしまったということを認め、そして、この談話に盛り込まれているその謝罪を、繰り返し自ら述べるということをすべきでありました。Instead, Japanese politicians tried to have the plaque removed, and there were reports thatthe Consul General tried to bribe the community to remove the plaque. And so what that showed to the Korean American community is that the Kono statement does not have the authority of Japanese government policy.ところが実際には日本の政治家が、この盾を、この撤去すれとしろと要求するしたり、それからまた、日本の総領事が、このお金を払って、この賄賂を払って、これを撤去させるようにしたという報道までありました。でそうなりますと、アメリカ人から見るならば、この報道談話というのは日本政府の政策としての、この権威というか重みがないものなんだというふうに映るわけです。Now, there was a comfort woman statue that was built in Glendale, California. それからカリフォルニア州のグレンデールに慰安婦の像が建てられました。Now, I heard that the Korean American community had a hard timeraising money for the construction of that statue. で、このコリアンアメリカンの人たちは大変苦労して、この像を建てるためのこの募金活動をしたと聞きました。Money wasn't coming in, but when Osaka Mayor Hashimoto Todu said that the comfort women were necessary to provide comfortto Japanese soldiers, then almost overnight, the donations flowed into this project, and there was a comfort woman statue constructed in Glendale. なかなか当初はお金が集まらなかったそうなんですが、橋本大阪市長が日本人兵士の慰安のために慰安婦は必要だったという発言をした途端、もうあっという間に一夜でどんどん寄付が集まって、
そしてこの塔が結局建てられたわけです。So it's not that you know, Americans are anti-Japanese, but they find repugnant the efforts of some in Japan and some associated with Prime Minister Abe to try to deny the suffering of the comfort women.ですからこれはあのアメリカ人が反日であるということでは全くないわけで、でしかし、日本の一部の人たち、あるいは安倍総理に近い一部の人たちが、この慰安婦の人たちが苦しんだということを、否定しようとしているというふうに、見えると、でそれはアメリカ人にとって非常にこの疑問を感じる、大変怒りを感じることなわけです。Now some might say that, you know, why keep talking about the comfort women issue? Japan apologized with the Kono statement. There was an Asian Women's Fund that was created, and an apology came from the Prime Minister, and there was compensation, and the issue should be over. そしてアジア女性基金もできて、そして総理大臣の謝罪もあり、保証金の謝罪もあったんだから、どうしてもう決着していいのではないかと、どうしていつまでもこの慰安婦の問題を語らなければいけないんだという声もあるかと思いますが。But what's important is not just an apology or compensation, but a willingness to remember and a willingness to educate.So that kind of tragedy would not happen ever again. ただ謝罪をして、そして補償を払えばいいというだけの問題ではありません。この記憶して、そして教育をするというこの積極性を持つこと、そしてこういった慰安婦のような苦しみが二度と将来繰り返さないようにするということが重要なわけです。Now, to be able to do this is not a matter of national shame. It is not a masochistic view of history. But a country that can squarely face past mistakes is a country that citizens should be proud of.でこういうことをするということは、その国にとっての恥ずべきことでもない、そして非常に自虐的な歴史観を持つということでもないわけで、でむしろ自らの過去の過ちに正面から国として向き合えるということは、その国民にとって誇るべきことだというふうに考えるべきだと思います。So let me just end with a personal experience.My father and my uncle and my grandfather lived in Seattle, Washington. And after the Pacific War began, they were forcefully interned in one of the many concentration camps for Japanese Americans.太平洋戦争を勃発した直後に父と叔父とそれから祖父ですけれども、当時ワシントン州のシアトルに住んでおりましたけれども、アメリカ国内各地にいくつもできた日系人の収容所に入れられました。 This was a direct violation of the human rights of American citizens, and this was one of theKind of the dark instances of American history. これはまさにアメリカ市民に対する直接的な重大な人権侵害であって、アメリカの歴史の中でも大変暗い一幕でありました。But in 1988, the U.S. Congress passed civil rights legislation to apologize.And to give compensation to the Japanese Americans that were interned.
しかし1988年にアメリカの連邦議会でこの公民権法がこの改定されて、そしてこの強制収容所に入れられたこの当時の日系人に対して謝罪をし、そして保障をするということが実現しました。My father received a letter of apology from President Reagan and a check for $20,000. 私の父のもとにはレーガン大統領からの謝罪文と、そして2万ドルの小切手が届きました。So this is very similar to what happened with the Asian Women's Fund.これはアジア女性基金と非常に似ているものだと思います。 But the story did not end there. Afterwards, the U.S. National Park Service took over the sites of all the concentration camps where the Japanese Americans had been interned. ただこれで終わったわけではなくて、その後にアメリカの、この国立公園局ナショナルパークサービスが、元日系人収容所があったところを全て管轄下に置きました。And by using taxpayers' public funding as well as private donations, all of these concentration camps are being gradually restored, as much as possible.そして税金とそれからの民間からの寄付を合わせまして、このかつての収容所を全てを時間をかけてかつての姿にこの復旧させる作業が行われました。 And the reason for this is to remember and to educate. And therefore, I think there's a lesson here for how Japan should dealwith the history issue on issues such as the comfort women issue, is that it's not just about apology, it's not just about compensation, but it's about remembering and about educating so that those tragedies will not happen again. Thank you very much. アメリカ政府がそういうことをしたのは、まさに、この記憶に留めて、教育のため、教育を行うためです。ですから、慰安婦問題などのような歴史問題に対応する上で、日本にとって、誇られる教訓というのは、ただ単に謝罪をし、補償を払えばいいのではなくて、それで終わりにするのではなくて、こういった慰安婦問題のような悲劇を二度と将来繰り返さないように、記憶に留め、教育をするということにあるのではないでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。アメリカでの強制収容所の問題というのは、実は日本でも全然知られていないんですよね。ご本人ではないんですけれども、そういった経験をしている家族を持つ方のお話することはあまりないので、非常に貴重な機会になったのかなというふうに思いながら聞いておりました。で今は最後にその謝罪と補償の問題ではないんだと、その積極的にその記憶をすること、そして教育をすることが非常に重要で、二度と起きないようにするべきことだというお話があったんですけれども、その教育の現場というものを、またその記憶をしていくためには、私たちがしっかり事実を知り、学びということが必要になるわけなんですけれども、その日本の今の現状の中で、その教育ですとか、その知る環境がメディアを通じてということにもなるかと思うんですが、このあたりについて、山口先生の方からお願いをできればと思います。歴史教育についてはやはり政治の、関心事になって自民党 の、 政治家は非常にこの20年ぐらい努力をしてきましたね。つまりその90年代半ば合同談話から村山談話に至る時期というのは、自民党も含めてその日本の戦争責任について率直に認めるという大きなコンセンサスが私は思います。個人的なことですけど、私は村山政権ができた時に
まあ、当時自民党の鳩派と呼ばれた加藤浩一先生とか野中広美さんとかそういった方々が、まあ、社会党を組んで政権を取り戦後50年を迎えたということで、まあ、これは一つ日本の政治にとっては、まあ、大きな意義がある連立だなと思いましたし、まあ、その後アジア女性基金あるいは50年の浦山談話に向けて、まあ、いろいろと、まあ、お手伝いをしたわけです。しかしながらそういうその常識的なコンセンサスを作る人っていうのは自民党の中で十分検討されてこなかったわけですよね。むしろそういうコンセンサスを作ることに対する反発が今日の自民党の主流派を作っている。安倍さんはそのトップ先頭の人物です。安倍さんはその頃当選1回生で、まさに河野談話、野良山談話、アジア女性基金に対する反発で歴史教科書を作る会、さらには今日自民党の非常に大きな支援団体である日本会議、このさまざまな右翼系民族系の団体が結集した運動体ですね、これができ、90年代後半からは、歴史教科書 の、まあ、その作成とその採択に向けた地方レベルの運動が展開していったわけですよね。つまりこのある種バックラッシュというんですかね、こう歴史の見直しっていうのが草の根 の運動をという形をとって、まあ、広がってきた。さらには自民党の中でもそういう運動と連携した人々がむしろ主流派になっているという時代を、まあ、自由につけですね、まあ、それそのなんていうか常識的な歴史観あるいはまあ日本の責任を明らかにしていこうという、まあ、あるいはさっきマイクさんが言った歴史に公平に向き合う国に我々は誇りを持ちたいという側の人間の、まあ、努力が足りないというのか、その社会レベルでの運動が全然広がっていかないというところに、まあ、本当にその申し訳ないし、まあ、無力感を感じるところです。ちょっと話が最後に入ります。質問の中で、ね、今 の、 そのメディアと大学への異常な攻撃についてどのようなことが、まあ、していけるのでしょうかという、前田の山口次郎さんは国政学院大学の先ほどちらっとお話をされた教授の件に関しての支援の会の代表をされているんですけれども、そのあたり、今ちょっとメディアへの言及があまりなかったかなと、そこも含めてどうお願いします。これはですね、まずやっぱり報道と学問研究に携わる人間がやっぱりとなく気合を入れて頑張るってちょっと精神論ですけど、やっぱりそういう仕事をしている人は憲法上言論の自由とか学問の自由というその大きな権利保障を与えられているわけですから、やっぱりそれをきちっと使ってですね頑張らなきゃいけないんですよね。今ね、こうメディアも大学も自主規制でどんどんその自ら言論の自由を放棄しているわけですよ。まあ、その自主規制しない、あるいは権力の意向を忖度しないということで、まあ、頑張るしかないんですけど、まあ、ただ頑張れって言ってもあんまり意味がないんで、その頑張らせるような仕掛けを作んなきゃいけないと。まあ、そうするとやっぱりその問題の所在を広く人々に知ってもらって、そのまあ言論の自由とか報道の自由のために頑張る人たちをやっぱり、まあ、モラルサポートでいいから褒める。サポートすると。で、アイモミオサイドって言ってくれる人が一人でも二人でもいれば、やっぱり学者も言論人も頑張れると思います。ありがとうございます。後半にですね、今後の外交について語っていただければなと思うんで、少し格論をまた続けますけれども、マイクさんにお伺いをしようというふうに思います。先ほど今 の、 そのアメリカの中での動きについてのお話があったんですが、まあ、これまでお付き合いさせていただく中で、伊藤さんの2007年にですね、アメリカの議会の会員から日本に対して住民安保の問題について、まあ、真摯に向き合いなさいという、まあ、決議が出ているんですけれども、その経緯について、まあ、直接お関わりになったというようなこともあるということもあったのですから、まあ、日本にいるとですね、まあ、そういう決議が出たとか、まあ、今自分は慰安婦がアメリカ中で、まあ、立ち
なんとか立ち続けているとかっていうのは、まあ、結論だけは、まあ、意識を持ってれば聞こえてくるんですけれども、こう、まあ、ああいうことになると、まあ、例えばマイコンだっていう変わった愛人がいて、その人がすごくやる気になったから大変だったんだなんて話も聞くんですけれども、ちょっとその辺の経緯を踏まえながら、そのアメリカ全体のムードみたいなものを教えていただければというふうに思います。Thank you for that question. I think there is a great misunderstanding about why House Resolution 121 on the comfort women issue passed, I believe it was unanimously, in the House of Representatives in 2007.ご質問どうもありがとうございました。この2007年の今おっしゃった下院の決議121号ですけれども、これが全会一致で通過したのはどうしてなんだろうかということに関して大きな誤解があるのではないかと思います。There was an earlier version of that resolution that got quite a bit of support. And the reason for thatwas because Prime Minister Abe came into office, and people knew that before he had become Prime Minister, he was one of the leaders of the movement to overturn the Kono Statement.この決議には、この一つ前 の, このバージョンというのがあって、それも相当の支持を集めたものでした。で、その背景としては、安倍総理が、この安倍さんが総理大臣に就任したときに、その就任前の安倍さんは、この河野談話をの中を、河野談話をひっくり返すような運動をしていた、その指導者の一人であったということが知られていたからです。Now, in order to stopThat resolution, I know the Japan Embassy in Washington, D.C. worked very hard to lobby members of Congress to convince them that Prime Minister Abe was not going to overturn the Kono Dama, the Kono Statement. Prime Minister Abe came to Washington, D.C. And not only supported the Kono Statement,but expressed his apologies on behalf of Japan for the comfort women system to President Bush. で、この決議の採択をなんとか処理するために、ワシントンの日本大使館が下院議員たちにいろいろロビー活動を相当精力的にありまして、安倍総理が河野談話を変えることはしないというふうに説得を試みました。でそれから安倍総理自身も、ワシントン訪問いたしまして、そして、この河野談話を、自分は支持していると、そして、この日本政府を代表して、この謝罪をするということを、当時のブッシュ大統領に、安倍さん自身が、発言したわけです。And so at that point, it looked like the House resolution would not leaveThe House, I believe it was the International Relations Committee, and come to a vote, and therefore, effectively, that resolution would be blocked. で、当時はこういったこともありまして、この決議が最初に話し合われていたのが、下院のおそらく国際関係委員会といったようなところだと思いますけれども、その委員会を通過することはないだろうと。ですからこの事実上、この決議の採択が阻止されたかに見えたわけです。But then there was one thing that changed things decisively, and that was a full-page ad that was taken out in the Washington Post that seemed to deny the coercion of women and girls into the comfort women system.ところが、そういった勤務を決定的に変えるあることが起こりました。
それはワシントンポスト一面を使った、広告が載ったわけです。そしてそれを見ると、慰安婦という制度の中に女性や少女たちが強制されたということを否定しているかのように見えるような内容でした。And although the purpose of that ad may have been to try to defend Japan's honor, it had the exact opposite result. で、この、新聞広告の目的は、日本の名誉を守ろうとする狙いがあったのかもしれませんけれども、まさに全く反対の効果を生んでしまいました。After that, Washington Post ad came out, the mood in the U.S. Congress changed immediately, and the House resolution got voted out of the committee and went to the floor of the House of Representatives, and it passed unanimously.でこのワシントンポストの広告が出た途端に、下院のムードはガラッと変わりまして、そして、この委員会も通過して、そして、この下院 の, この全体で、この全会一致で、採択されることになってしまったんです。So this is another example of how Japanese right-wing provocation has exacerbated the history issue in the United States. これはまさに日本の右派からの挑発が、アメリカにおいてこの歴史問題を非常に悪化させてしまったという一つの例だと思います。ありがとうございました。今の決議の話があったので、まあ、私は今日のシンポジウムのコーディネートということをちょっと勉強しなければということで、まあ、いくつか文献を読んだりしてきたんですけれども、その中で日本にある慰安婦問題に関して の, 資料館、ワムというふうに言われてますけれども、これは正式名称、アクティブミュージアム、女たちの戦争と平和資料館というところの資料を見ますとですね、決議が海外で上がっているものが、国会の決議でアメリカ、オランダ、カナダ、EU、韓国、台湾という、なんと6とかですかね、上がっていて、あと地方議会でもアメリカでカリフォルニア州議会、ニューヨーク州議会、スラスティード、これはオーストラリアですね、市議会、オーストラリア、ライド市議会、あと韓国で。ものすごい数、37カ所の市議会で決議が上がっている、まあ、こういうことなんですけれども、東郷さんにちょっと元外交官としてお伺いをしたいというふうに思うんですが、まあ、こういう決議が出ている中で、安倍首相のもと、今年の概算要求で外務省は、歴史問題についての考え方等にも、まあ、正しい見解を世界的に広めていかなければいけないというような説明をつけながら、500億円の広報費用というのを要求しているんですよね。で、まあ、具体的に何に使っていくのかというのは、まあ、私たちには見えないわけなんですけれども、こういうその広報とかですね、あるいはこう、まあ、国の立場を説明をしていくということについて、まあ、今回のことに関しては、完全に方向が、まあ、今日のお三方のお話を聞いていると、少し誤った方向になっていくのかなという気もするんですけれども、外務省というのは、こういう、まあ、お金があって、広報するという場合には、どういうストラテジーを取って、どんな方向で進めていこうということを、どう計画して、また首相にどのように話をして進めていくものなのか。今の外務省の政策ですか。今のもしお分かりにならなければ、いておられたときに、まあ、ご自身が勤めていた広報活動といいますか、あるいは自分はそうしたくないのに上から、まあ、こうしなさいというようなことがあったり、まあ、お話しいただける部分でも、教えていただければと思うんですけれども。まずその、今の外務省がこういう問題について、どういう方向で広報しようとしているか、これは本当に私、知りません、分かりません。それから2点、私が外務省に行った頃のことで申しますと、あるいはもう少しあることですが、慰安婦問題に関してはですね、私の知る限り、外務省はその頃ちょうど今、マイクが出てきたこの2006年、7年の頃も含めてですね、とにかく日本は河野談話というのを出して、そこで一つはっきりと、やっぱりやりすぎたと、これは。で、苦しんだ女性がいたと、そのことははっきり否定しようがないと。
90年代の前半、非常にはっきり強く出てるわけですね。その結果、アジア独立基金を作って、で、その、ニャンのがいたといわれる、その思う、その、たくさんいたということがはっきりした、すべての国に対して対応して、韓国だけが日本の謝罪を受け入れなかったという歴史があるので、その国交の談話と、それからそれに基づくアジア女性危機の整理、これをとにかく一生懸命説明するということをやってましたと思います。で、2006年と2007年の頃の、まあ、私もそう思ってたし、あの当時の、加藤、大使の下での在米大使館の、主なメッセージもそれだったし、私がナショナルビューオブエージャンリサーチでのウェブディベートで言ってたのも、とにかく日本は一つそういうはっきりしたラインでやっているのに、どうしてアメリカというか、その日本に対して、覚えていると思います、アンティークエボカルアポロジーですよね。疑義の余地のない、謝罪、これが舞い込んだの鍵はある。誰が、どこの国がそういうアンティークエボカルアポロジーを言う権利があるんだと。私たちなりに一生懸命やっているのが、という広報をやってたと思うんですね。ただ残念だったのは、要するにその議論をするためには、心の側が大事だということをはっきり言わなくちゃいけない。ところが日本の右の一部の方に心の側を否定しようということになると、一番日本が使える候補の武器ですね。これが使えなくなってきたと、使えなくなる国にあったということが、まあ、あります。それからもう一つ、ポッポルド問題です。ポッポルド問題は、私はある時点からもっと柔軟にしなくちゃいかんというふうにこう思うようになったんですね。それで、しかし政府の政策というのはありますから、だからその政府の政策の枠内でどういう方向をするかというのは本当に難しかったです。でも私は個人的には黙ってるべきじゃないと思って一生懸命言ったんですけど、結果的にはそれがうまくいかなくなって、対露構想というのは私の時代に壊れたんです。壊れた大きな目的は候補に失敗したから。もうこれは痛いことが分かりますし、それは私個人の一生懸命やったつもりですけども、やっぱり本当に及ばない点がたくさんあったと。ありがとうございます。まあ、外交って考えてみれば、まあ、外交イコールの広報みたいな仕事なのかな、まあ、日本をどう広報していくのかなというのが、まあ、仕事なのかなというふうに思うので、まあ、やっぱり、まあまあ、外務省の中の方の、まあ、行為というのは、まあ、当然その突然内閣総理大臣が程度を、まあ、本来であればしっかりと影響力を及ぼせるはずですし、まあ、それに向けてこう、まあ、ちゃんとした立場を内閣総理大臣として取って、それを広めることを、まあ、外務省が、まあ、懸命にやるということがあるべき、まあ、行政府のあり方なんだろうというふうに思うんですけれども、こう、まあ、そうするとその、まあ、500億円のこれからの合法費用というのはどのように使われていくんだろうというのはかなり、まあ、心配ではあるなというふうには思っているところです。でいくつも非常に興味深い質問をいただいているので、お伺いしていきたいというふうに思います。山口先生に質問が来ております。在国会などの海外事業は以前からあったように思うんですけれども、今のように、まあ、非常に大きな影響力を持つようになったのは何でなんでしょうかというご質問、まあ、また民主党政権の誕生だとか、まあ、自民党あるいは海外主義勢力、民主党政権が誕生したということがあったわけなんですけど、そのこと自体は、まあ、今の、まあ、その後勢いづいているように見える、まあ、海外主義勢力についてどのような影響を及ぼしたのか、まあ、ご意見をいただければと思います。まあ、政権交代に向けていろいろと論理を語るとしては、まあ、本当に不本意ですけれども、まあ、民主党政権の誕生が日本の右派をより現実づけたという逆説があったんですよね。で自民党が野党に転落したときに、その元気をなくした野党自民党に常にこうサポートしたのは、やっぱイデオロギー的な動機を持った集団です。お金の動機の人は野党には関わらないわけでした。そういう意味ではやっぱり野党自民党にとっては日本会議みたいな団体はやっぱり非常に頼りになる存在であって、で野党時代の自民党はそのやっぱり民主党を攻撃する上でそのイデオロギー的な対立構図をやっぱり作るわけですよね。で別に民主党サイドでも何でもないんですけども、まあ民主党は左派だっていう形でその敵を設定し、
まあ、ある意味でこう、わら人形をその、なんていうか、切るみたいな、着さすみたいな感じで、その、ナショナリズムのアジェンダを、まあ、作っていったわけですね。で、まあ、自民党自身もそうだし、自民党を取り巻く右派的な運動体も同様で、民主党を敵にして、それを叩くということで、自らを鼓舞してきた。でまあ、予想外に早くですね、自民党は、民主党が自戒、自滅しちゃって、自民党に政権が転がり込んで、でまあ、野党時代勢いで作っちゃった憲法改正案なんてものも、今度は政権与党 の, 公約になっちゃったという構造ですよね。でそういう意味で、自民党が野党になったことで、政治の議論の構図がすごくこう両極化、二極化していったっていう構図が、まあ、あったと思います。それからまあもう一つは、まあ、さっき言ったみたいに、やっぱり安倍さんっていう人は、決してその官僚とか、多元性ってのはじゃないわけですから、やっぱり右翼的な運動が勢いづくことは、まあ、当然なんだと思います。ありがとうございます。あの最後の20分に外交についてお話をというふうに思いますので、ちょっとまた質問から。こちら登壇者の方にご意見いただきたいと思います。マイクマティッツさん A なんですけれども、2つありまして、今の慰安婦問題に関してアメリカの日系人社会ではどういう認識をされているんでしょうかという質問が1つと、それとはまあ少し離れるんだと思うんですけれども、まあ、選挙がまあこの14日ですかにあるわけなんですけれども、その選挙をアメリカの方ではどのように今見ているのかという2点について質問が来ています。お願いします。Recently, there was the formation of a group called the U.S.-Japan Council, and the wife of the late Senator Daniel Inoue, Irene Hirano Inoue, is the chairperson of that council. And the leadership of that council is Japanese Americans, and the main members are Japanese Americans. I'm not a member of the U.S.-Japan Council because I have some problems with the notion of ethnic politics. But I do know that at times the comfort women issue comes up. And I would say on the whole, the Japanese American community are quite sympathetic with the other Asian American communities about the way Japan ought to deal with history. I think the main difference, if there is one, is that the Japanese American community recognizes that Japanese society as a whole has a healthy, common, sensible view of history. 最近、US Japan Council という組織ができました。で、これはダニエル・イノウェ元上院議員、後上院議員の、奥様の、アイリン・ヒラノ・イノウェさんが、会長をしていまして、そして、主だったこの人たち、幹部であるとか、あるいはこの中心的な会員は、日系人、アメリカの日系人が中心であります。で、私自身は、その民族的なその背景を異にしたこの政治というものに対して、ちょっとそれをそのまま、お役者かではないという率直に見ることができないところがあるので、会員にはなっておりませんけれども、いずれにしても、その慰安婦問題が非常にこの表面に出てきたときに、アメリカの日系人社会は、まあ、全体としては、日本の歴史問題への対応をめぐって、他のアメリカ国内の他のアジア系のコミュニティに対して、非常にこの同情、シンパシーを感じていたわけです。そして、また同時にアメリカの日系人社会は、全体としては、日本社会としては全体的には、非常に健全な歴史観を持っているというふうに考えています。
In terms of the Japanese election, I think most Americans who watched Japan were just as surprised as Japanese citizens were that Mr. Abe called this early election. で日本の選挙に関してなんですけれども、安倍総理がこの解散選挙を決めたときに、その日本の市民の国民の この反応というか、あり方に関して、このほとんどのアメリカ人は非常にこの驚きを感じました。But now that the Diet has been dissolved and there will be an election soon, I think most American watchers of Japan understand Mr. Abe's calculation. しかし、ごめんなさい、今のさっきの修正します。安倍総理が解散総選挙を決めたときに、日本の市民と同じように、アメリカの人たちも、やはり同じように、日本に対して驚きを感じたわけなんですけれども、でしかし実際に衆議院が解散されて選挙も迫っている今になりました。でそして、ほとんどのアメリカ人はやはり安倍さんの計算というものをやはり理解していると思います。They understand that Mr. Abe faces a number of very difficult issues, whether it's the consumption tax increase.The restarting of nuclear reactors, or the issue of reinterpreting the Japanese constitution so that Japan can exercise in part the right of collective self-defense. アメリカから日本を観察している人たちからすると、安倍総理がいろいろいつもの難問を抱えているということは分かります。消費税の引き上げの問題、それから原発再稼働。そして、この集団的支援の一部を行使を可能にするための憲法解釈の問題などなどです。But I think there is an ambivalence. On the one hand, they would like to see a Japanese government that has a robust political foundation. しかし、どうもはっきりとは、この態度を決めかねてしまうところもアメリカにはあるわけです。日本に関してすなわち、この日本政府に対しては、この強力な、この政治的基盤が確保されることを期待するということが日本にはあります。But on the other hand, I think there is concern that if the LDP wins a big majority, this might strengthenthe nationalistic right wing that Professor Yamaguchi talked about and cause problems in Japan's relations with its neighbors, especially with Korea. しかし同時に、自民党対象ということになってしまうと、山口先生がおっしゃったように、このナショナリスト、この右派が非常に勢いづくのではないか、そして特に韓国など日本の対外関係が非常にさらに難しくなるのではないか、こういう懸念もアメリカには一方であります。And this is ironic, and I would probably disagree a little bit with what Ambassador Tobel said. I don't think American policymakers or the American people careThat much about whether Japan is going to defend the United States if the United States is attacked. Because the United States has overwhelming capability to defend itself. But where the United States is concerned is the defense of Japan and the defense of Korea.非常にこれは皮肉なことではないかというふうに思います。それから東郷さんのおっしゃったことと私はちょっと意見が違うところはあるんですけれども、このアメリカはとにかく圧倒的な防衛力を持っておりますから、アメリカの政策立案者にしても、それからアメリカの国民にしても、
アメリカが攻撃されたときに日本が、この防衛協力してくれるのか、守ってくれるのかということについては考えていない、気にしていないと思います。でむしろアメリカはにとっての懸念材料というのは日本の防衛、それから韓国の防衛ということになります。 The right of collective self-defense is, will be most important if there is a Korean contingency. AndSo it's strange that while Mr. Abe is pursuing the exercise of the right of collective self-defense, he is unable to repair the relationship with Korea, where in the contingency, the Japanese are supposed to help the United States defend South Korea. So this is a contradiction.That many Americans can't understand. で、この朝鮮半島で、韓国にとっての有事が生じたときに、まさにこの日本の集団的自衛権の行使というのは最も重要になるわけです。で、この集団的自衛権の行使を追求しているこの安倍さんが、実は韓国との関係を修復できないままでいると。で非常にこの妙なことであると思います。で韓国朝鮮半島有事の場合にアメリカがその防衛のために動くと、そしてそのアメリカを支援するというのが、まあ、日本の役割になるにもかかわらずであります。でこれはまさにアメリカ人にとって理解しがたい矛盾です。ありがとうございます。であの続いて、まあ、今日の本題にまた戻ってですね、まあ、歴史問題に関して、そして、まあ、これからの選挙後 の, その政権がどういった、まあ、外交政策を取っていくべきかというところに話を戻したいと思うんですが、東郷さんにお伺いをしたいんですけれども、まあ、大きくはこう東アジアの国々と仲良くというようなことがあるんですけど、具体的にまあそれはその尖閣の問題をとってもそうですし、歴史問題をとってもそうですが、まあ、非常に難しいと、まあ、トゲを抜かなくちゃいけないというようなことをよく東郷さんおっしゃるんですけれども、具体的にまあどのようにこう選挙後のこう政権というのはこの難しい問題に取り組んでいくべきだとお思いでしょうか。まあ、さっきの話で大体のポイントに触れたと思うんですけれども、第一にあの中国ですね。中国との関係では今 の, その日本の領海に領土権を根拠として中国が自分の公の船を送り込んでくる、これやめさせなくちゃいかん。そのためにはさっき申したようにあの抑止力を強めなくちゃいけないんですけども、同時にその防衛 外交ですね、対話によってその中国を説得するようにそのやると、これは本当に難しいけども、やっぱり政権の僕は長期的に見た日中関係を本当に安定させるためには これをやらずにはできないと思うんで、そこに安倍政権がちゃんとやれるかどうか、でそのためにはですね、その絶対条件は中国を不必要に挑発しない。でその観点で私は安倍総理は自分が靖国に行くか言わないかということを外におっしゃる必要はないと思います。ないと思いますけれども、行ったら何が起きるかということを本当に分かっておられるか、これが中国の第一ですね。で第二にアメリカとの関係でも、その不必要に挑発するということがいかにアメリカ人をその日本に対する不信感を強めるかということを分かってほしいわけで、結局その2つの問題の行動のはやっぱり靖国の問題に対してどういう態度を取っていくかということになってくるので、その靖国の問題を含めてアメリカの関係を収める。でも今マイクが言ったあの非常に面白く、やっぱりアメリカ人だなと思いましたですねいやそのね、アメリカの力は強いと、だから日本に守ってもらう必要ない、いやね、それはやっぱりアメリカ人よく言うと思いますよ。でも私が日本人の立場から言いますとですね、アメリカにいついかなる事態が起きても日本は憲法上絶対に行きませんと、こういう憲法を持っている、こういう憲法解釈をしているから、私はやっぱり日本がマイクがそう思っているように、私は日本はアメリカよりに対して対等になってほしい、はっきりアメリカに対して物の言える日本になってほしいと思っているんです。
で何があってもアメリカに対して助けに行かないという日本の状況が、僕はやっぱり日本人としてあのアメリカに対してもはっきり物が言えなくなる部分があるので、そこを僕は改めたいと。もし朝鮮半島の件は全く同じように。最後に韓国ですけども、韓国はあのさっき申し上げたように非常に難しい問題がこう並んでるんです。慰安婦問題は解決しなくちゃいけない。でそれはアメリカの中における世論の問題にも波及しますけども、何といっても東京とソウル、安倍総理とそれから朴大統領、この2人の間で今生きておられる51人の慰安婦の方たちが生きておられる間に、つまり早急にですね、解決しなくちゃいけない。でこれは安倍総理がやる気になって朴大統領も動かすことができれば絶対に可能だと思います。だからしかしそれには安倍総理が自分の外交的なキャピタルを投入して朴大統領を動かさなくちゃいけない。安倍総理一人では絶対できない。だから課題はですね、やっぱり歴史問題にみんな戻ってくるんです。ありがとうございます。続いて山口先生にお伺いをしたいんですけれども、ご質問もあってのことなんですが、まあ、その地球外交ということをやりながら、まあ、その地球儀から、まあ、韓国と中国が漏れ落ちているというようなこともある中で、まあ、今の東郷さんのご指摘からすると、本来進むべき方向というのはどうやら今まで、今日現在までの2年間に取ってきた対中対韓外交とは少し向こうが違うようにも思うんですけれども、まあ、これからまあそのもし、まあ、安倍政権が続くのであればですね、その地球儀韓外交と、まあ、あるべき外交というのは、まあ、どういう方向で進むべきなのか、ちょっと教えていただければ。はい、まあ、時間もないので、まとめるような話なんですけど、世論調査の数字を漏れ引くところによれば、自民党はそんなに負けないどころか、現状維持みたいな様子があるようです。そうすると、まあ、安倍さんは大変な自信を持つわけですね。それから彼がやってきた政策も国民の支持を得たと堂々と主張できるわけですね。そのことが今後の日本の、まあ、政策にどう影響するかということなんですけども、うんと希望的なシナリオを書くならば、安倍さんが非常に安定した政治基盤を持つことによって、まさに安倍さんだからこそ右派を抑え込んで在韓対中の関係修繕を行うという、まあ、第一次安倍政権で取った路線ですね。私も、まあ、そういう意味での現実主義者、プラグマティストぶりを発揮してくれるんだったら、まあ、国益にかなうかなと思うんですが、悪いシナリオの方は、やっぱりさっきの読売新聞 のアポロジーのようにですね、外に向かってですね、日本は悪くないという形 その自己主張をどんどん自信を持って発信すると。それで国内でもそういう自己主張をそのサポートして、それでやれてみたいな集団的なナルシシズムと、その対外的な非常に攻撃的な言説っていうものを出していくという。それで日本が世界の孤児になるという。まあ、これは悪いシナリオです。まあ、可能性としては私はちょっと悲観的なんですけど、つまり、今の日本の政治ってやっぱり反知性主義なんですよ。これは佐藤正さんがよく言ってるんですけども、なんていうんですかね、客観的に冷静に物事を見る、相手の話をちゃんと聞くということができない状態で政策を論じている。だからあんまり楽観的なシナリオを私は避けないような感じです。ありがとうございます。残り実はあと5分になってしまった。今日は普段眠りで国会議員会見ということが多くて、時間が本当にギリギリに出ていかなきゃいけないんですけど、ちょっと後ろが伸びてもいいかなと思いながら、ちょっと突き出せていただいて、でごめんなさい、と午後になってしまいましたので、質問を少し交えながら、一言ずつ、そうですね、いつもは2分なんて言うんですが、まあ、もし皆さんにお付き合いいただけるなら、それぞれ5分ぐらいお話をいただいて、まとめとしたいというふうに思っております。そうですね、順番として、東郷さん、今も始まっていただいたんです、本社いただいたんです、東郷さん、マイクさん、山口さんという形で終わりたいと思いますが、東郷さんへのご質問は、実は、先ほどおっしゃったその非対称性に関しての質問が会場からかなり来てまして、その集団的自衛権のことに関しての中で、
まあ、アメリカ側では自由に基地が使用できると思いやり予算によっても手厚く処方されていると、このようなことについて、まあ、非対称性という問題がまた別の角度からも出てくるのではないかというお話や、お立場が分かるだけでも、それであれば憲法解釈ではなくて、憲法を変えてやるべきなのではないかというようなご意見もいただいているので、その点と、それから本日のテーマについて、歴史認識について、改めて最後にお一言をいただければと思います。分かりました。最初の非対称性の件ですけれども、非対称性があるから、在日米軍の対するいろんな支援を豊かにしてきたと、だからそれで、まあ、バランスを取れるんじゃないかという意見は、私は反対です。このね、戦うということは命を出すか出さないかという話なんで、その問題の対価として、まあ、経済力をベースとしたお金を出せばということは、僕はこれはただでならないと思います。それから改正をすべきではないか、これはよく分かる。これは僕もすごい悩んでいるところですが、このしかし他方、もう25年前にやっておくべきことができないままでずっと来てしまったという現状を放置していいのかという問題もあると思うんです。それは今の限定的な解釈というので、まあ、一つの方向を出したということを僕は指示したいと思っています。それから今日の結論ですけども、まさに山口先生おっしゃったように、楽観的なシナリオと、それから、まあ、その悲観的なシナリオと2つあって、僕も両方可能性があると思いますが、まあ、私はどちらかというと、ずっと外務省で仕事をしてたんで、外交官というのは本質的には楽観主義者なんです。まあ、なぜ本質的に楽観主義者かと申しますと、僕らはやっぱり仕事をやっているときに選択の余地があると、目の前にいくつかのオプションがあると必ず思うんですね。その中の一番いいオプションがどうして取れないのかと、よく考えて、そのみんなでコンセンサスを作っていけば、いいオプションが取れるんじゃないかと、本能的に思うんですね。そこで、その安倍政総理に対しては、僕は今の2つの中の、その狭いナショナリストと、それからもっとバランスの取れた、リアリストとしての2つの側面を持っておられたわけですから、政権基盤があった感じでしたら、そのリアリストの方向に腰を据えられてですね、まあ、標語的に言えば、これまで日本の安倍としてやろうとしておられたことを、アジアの安倍、世界の安倍と、視点を切り替えてやっていけば、右派の外交であるだけに、成功する可能性はあるんじゃないかな、どちらかというと、楽観主義をかけることはできませんけど、楽観主義になってほしいなというのが私の結論です。ありがとうございます。先打ち合わせで、アジアの安倍、世界の安倍っておっしゃるので、とか思った話を聞いてはいたんですけれども、なるほど、その日本の安倍にとどまらず、そのアジアの国々全てに対してのこうちゃんと配慮ができる安倍外交になってほしいという気持ちなのかなということで、それなら非常に納得かというふうにお話をしていたところです。続いてマイクさんに最後の一言をお願いできればと思うんですが、少しだけ一点加えていただきたいのは、アメリカの中でその、まあ、日本を攻撃をしているわけではないんだと、この中南アフの問題で、これは人権問題なんだよというような話を常に利用されているので、そのあたりもお気持ちもちょっと踏まえていただきながら、全般的な部分の話をいただければと思います。Thank you. If I may, I'd like to address another issue prompted by what Ambassador Togo said. どうもありがとうございます。もしよろしければ、この東郷大使のお話に今、刺激を受けまして、もう一つ別の点を取り上げたいと思います。I agree with Ambassador Togo that Japan needs to have a stronger voice in the alliance and to be able to speak up to Americans. 確かに、この同盟関係において、日本が、このより強い発言力を持ちたい、そしてアメリカに対してはっきりと物を言えるようになる必要があるということは、東郷さんのおっしゃる通りだと思います。And the reason why I feel that is, as an American, I believe that America has an overly militaristic foreign policy. この時申し上げたのは、やはり、
アメリカの外交政策はあまりにも軍国主義的であるというふうに私はアメリカ人として思うからです。I think Japan can already speak up、to the United States.、but Japan is afraid、to speak up、because there's this deep sense of insecurity. で日本はアメリカに対して十分にこの声を上げることが今できると思うんですけれども、やはりどうしてもこの非常に、この不安感というのが、根強くあるためにそれができないんじゃないかと思います。In 2003, most Japanese were against the U.S. war against Iraq. 2003年に、アメリカの対イラク戦争に対して日本人はほとんどが反対でした。France and Germany opposed that war against Iraq. 対イラク戦争にフランス、ドイツも反対しました。At that point, if Japan had joined France and Germany, I think、that would have been a powerful voice、to、try to stop、a mistaken U.S. foreign policy. でもしあの時に日本がフランスやドイツとこう一緒に力を合わせていたならば、アメリカの間違った外交政策を止めようとする非常に強力な一つの声となり得たのではないかと思います。If Japan has said no to the United States, it would not mean that then the United States would tear up the U.S.-Japan Security Treaty and withdraw U.S. forces from Japan. 日本がアメリカに対してノーと言ったからといって、それをもってアメリカが安保を破棄して、在日米軍を撤退するというようなことにはなりません。The United States has the U.S.-Japan Security Treaty and U.S. forces in Japan because it's in America's interest. America が日米安保条約を維持し、そして在日米軍を置いているのは、それがアメリカの利益にかなっているから、かなると考えているからです。But there this deep sense of insecurity that I sense among Japanese policymakers.That if Japan speaks up to America, then the United States will get angry and abandon Japan. ところが、日本の政策立案者の中には非常にこの根深い不安感があって、そして、日本がアメリカに対してはっきりとものを言うと、アメリカが怒って日本を捨てるんではないかというそういう不安感があるんではないかと思います。Given the turmoil that we now see、in Iraq, I think in hindsight, if Japan has said no to the United States in 2003, Americans would have much greater respect for Japan today. 現在のイラクにおける混迷状態を見ますと、2003年に日本がアメリカに対してノーと言っていたならば、そしたら今日アメリカは日本に対してより深い敬意を払っていたのではないかというふうに思いますが、まあ、これはアソシエとして申し上げていることです。では最後になりますけれども、山口議長の拍手とですね、あとでまとめていただきましょう。山口議長の方にお願いしたいと思います。集団的自衛権のことを先ほどからお二人話されて一人お話しされたら、それもちょっと前なのでお願いできればと。まあ、桃子さんのおっしゃることは論理としては分かるんですけども、この残念ながら将来的自衛権の行使を進めたいという人たちは別にアメリカに対して自立した姿勢をとって何かその独自に意見を言うという意欲を持った人たちがないんで、桃子さんのおっしゃるような結果につながらないと思います。私は、まあ、今までの枠組みで特段不都合がない以上これをその変える理由はないという立場で議論してまいりました。で最後のまあ一言なんですけど、来年はやっぱ戦後70年という大きな節目であります。で70年ということはやっぱ戦争を実際に経験した人はもうほとんどこの世からいなくなるということでありまして、その意味ではさっき東郷さんがおっしゃったように慰安婦の方が生きてる間に何かしないと間に合わないんですね。これそのみんな関係者が死んじゃったらもう怨念だけがどんどん抽象的なレベルで相続されて引き継がれていく。問題の解決は
もう本当に絶望的になってしまいます。したがって、関係者が生きている本当に最後のチャンスとしての70年に日本がどういう行動を取るかが問われていると思います。でやっぱり日本は戦前と戦後は違う国だという大前提で国際社会の一員として、生きてきたわけですから、その断絶性を否定するということはまさに世界に対して喧嘩を売るに等しいんだ、慰安婦の問題でも日本の立場を正当化するということでは、その戦前と戦後の断絶性を否定する意味を持つんだということを、やっぱり指導的な人々にはもっと思ってもらいたいと思います。残念ながらというか、まあ、政治の状況は選挙でも全然変わらないところがますます加速されそうな勢いになってありまして、まあそういう中でじゃあどうやってその理性の声を上げるかというか、まあ、本当になんかもう正直言うと、私今日その自民党300っていう話をある記者から聞いて、ちょっと目の前が真っ暗になっていて、あんまり大したこともないんですけども、まあともかくやっぱり70年というチャンスに向けて責任ある政治家としてどう振る舞うべきかみたいなことを、まあ何て言うんですかね、安倍さんの立場だってこっちの方が実はあなたにとっては有意義なんだよみたいな、東郷さんのようなアプローチでやっぱり議論していかなきゃいけないのかなと思います。ありがとうございました。これにてパネルディスカッションを終了したいというふうに思います。お三方本当に長時間にわたりまして貴重なお話をありがとうございました。そうしましたらもうおしまいになりますが、少し事務連絡をさせていただいて閉会というふうにしたいと思います。今日の議論どうでしたかね。私とても面白かったと勝手に思っているんですけれど、もちろんここにおられる方がお三方の意見に必ずしも全部が同じはないでしょうし、このお三方同士もご意見が違うわけなんですけれども、でもそのアメリカの生のその経験をいろいろ聞くことができたりだとか、元外交官の方が悩みながらその広報をやっていることを伺うことができたり、それに基づいたこれからの歴史の問題についての日本政府の在り方について議論をしたいと、まあ、そういうことを増しているわけで、私自身もこのお三方と少しずつ意見が違う部分もあるんですけれども、こういう意見の違う中でもいろんな声というものを外交に届けていくということは非常に重要なんではないかと、まあ、これをもっと言ってしまったらですね、残念ながらワシントンの日本政治を取り扱う方の中ではこういう、多様な意見というのは今ないという中で、こんなシンポジウムももちろん東京でも私たち沖縄でもちょっとやりますけれども、日本全国だけではなくてワシントンだとか世界各地でもやっていけたらななんていう希望も持ちながらこの活動をしております。そこで何が出てくるかというと、普通の NGO もお金がかかるんですが、外交でもですね、飛行機に乗るだけで0か5つもするお金がかかってしまうということがありまして、もし今日ちょびっとでも面白いなというふうに思う部分があった方はぜひこの活動を支えていただきたく、この青いパンフレットの後ろに会員の申し込みのお願いもありますし、それから今日封筒もお配りさせていただいて、こちらにカンパも入れていただけたりして、後ろで集めたり、鍵も、もしお払いくださる方がいれば受け取ったり、させていただいておりますので、ご協力ください。この前島新規さん、私も頑張っていただいている共同の視力の本も、今日もし、いかんになっていただければ、サイン本を差し上げますし、サイン本もだけでも売ってるのかな、今日売ってるんですか、売ってないみたいな、売ってないの、売りましょうよ、売ってます。売ってない。ちょっと売ってるかと思うので、もし興味がある方は、受付に声をかけていただければと思います。今売ってなくても、私の方からお送りいたし上げますので、よろしくお願いいたします。で、アンケートが中に入っておりますので、アンケートもお出しをいただければというふうに思います。これからも新外交イニシアチブ、さまざまな声を外交に届けるという活動を続けていきたいというふうに思います。どうぞこれからも皆様のご支援をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。